はい、こんにちは。英語ブロックのリゾートあつしです。今回の動画では英単語について説明していきます。まず英語ブロックのホームページについてなんですけども、主なコンテンツが英単語、ダントツ英文法、仕上げレッスンになります。今回はこの英単語について説明していきます。ダントツ英文法っていうのは中学生の英文法全部合わせてレッスン100まであるんですけども、そちらについて説明しています。仕上げレッスンっていうのは英作文の作り方とか3単元の SU などそのようなものについてまとめています。すべて動画があります。無料で見ることできますので、ぜひ使ってください。おすすめはクロスワードパズルになります。こちらについては他の動画でも説明しているので、そちらの方をぜひ見てください。パスワードチャレンジっていうのもあるので、楽しみながら取り組めると思います。英語ブロックっていう風に検索してもらうとホームページが2つあります。英語ブロック .net っていう方は主に英文法と動画が中心、英語ブロック .com っていう方は主に英単語とテキストが中心になっています。どちらからでも行ったり来たりはできるので大丈夫です。今回はこちらの英語ブロック .com の方のトップページから進めていきます。今見てもらっているのが英語ブロック .com の方のトップページになります。はい、今回の動画では英語ブロックのオリジナル英単語帳の220ページ1004番から1013番の英単語について説明していきます。まずトップページのこちらの英単語帳というところか、下にスクロールしてもらって英単語を学ぶ、このどちらかをクリックします。次のページの一番上のスライドショーで学ぶ、こちらをクリックします。次のラインナップ、ずっと下の方までスクロールしてもらって1004番のところですね。はい、こちらですね、1004番から1013番、今回の内容はこちらになります。こちらのプリントっていうのについてはまた最後に説明します。ではこちらをクリックします。そうするとこのようなスライドショーのページが出てきます。この右の方の矢印をクリックしていくと次の説明というふうに見れるようになっています。ぜひご活用ください。今回はこの内容と同じものを使って単語の方を説明していきます。まず1004番からです。靴下とかソックスなんですけども、単数形だとこの形までですね、サックまたはソックで、普通複数形で表します。 S をつけてサックスまたはソックス、日本語でもソックスっていうのでこちらの方で覚えてもらって大丈夫です。膝あたりまで長さがあるものはスタッキング、複数形の S をつけるとスタッキングズというふうになります。日本語だとストッキングっていうふうに言うんですけども、英語だとスタッキングっていうふうに発音します。 A pair of socks だと靴下が1足、 pair という単語については830番の方で説明しています。 put on white socks だと白い靴下を履く、 put については610番で説明しています。 put on っていうのは服などを着るとか、この場合で言うと靴下を履くという意味で使われています。では次に行きます。1005番、シャート、シャート、発音に注意ですね。これはシャツのことなんですけども、英語だとシャートというふうに発音します。で、ワイシャツとかシャツがこの単語で表されます。で、ワイシャツという言葉はホワイトシャート、白いシャツという単語の発音からできた日本独自の言葉なので、英語ではワイシャツっていうふうな言い方はしません。ワイトシャートがワイシャツっていうふうに聞こえるようになったということですね。英語では単にシャートというふうに言います。ちなみに T シャツは T シャートというふうに書きます。で、ハイフン必要になります。これで単語が一つということです。
1006番タイタイ、発音に注意ですね。最初の部分で T っていう風に読まないように気をつけましょう。ネクタイとか紐、あとはつながりとか引き分けなんていう意味まであります。 Wear a tie だとネクタイをしている。で、このネクタイっていう言葉もあるんですけども、タイを使う方が一般的です。 Wear というのは身につけるっていう意味なんですけども、576番の方で説明しています。あとタイには動詞があります。ほにゃららを結ぶとかつなぐという意味です。107番サイレント、サイレント、発音に注意ですね。最初の部分で C っていう風に読み始めないように気をつけましょう。静かなという意味では Quiet っていう単語とほぼ同じ意味、反対の単語は Noisy とか Loud、 これはうるさいとか騒々しいという意味があります。他には黙っている、沈黙した、無言のなどの意味があります。 A silent night だと静かな夜、 A silent movie だと無声映画、声がない映画ですね。 A silent letter というふうに言うと目次、これは No の K の文字とか Light の G とか H など発音しない文字のことを言います。黙っている字と書いて目字というふうに言います。1008番ブライト、ブライト、発音に注意ですね。輝いている、鮮やかな、明るいという意味がまずあります。 A bright star だと明るい星、 A bright red だと鮮やかな赤色、あとは利口なとか頭の良いという意味もあります。 A bright student だと頭の良い生徒で、頭が良いっていう意味の単語にはこのようなものがあるんですけども、 bright は子供が物覚えが良く頭が良い、 wise はこの次の単語で説明するんですけども、理解力と良識、判断力を持っている。クレバーは頭の働き、手先、体などが器用ということになります。クレバーについては689番の方で説明しています。109番ワイズ、ワイズ、賢いとか賢明なとか分別のあるという意味です。A wise man だと賢い男性、 A wise decision だと賢明な決定のような意味になります。この decision っていう単語については1119番の方で説明しています。で、ブライトのところでも説明したんですけども、このような違いがあります。あとは foolish という単語ですね。バカなとか愚かなっていう単語なんですけども、これが wise の反対の単語になります。詳しくは689番のクレバーのところに書いてありますので、ぜひそちらの方も参考にしてください。1010番 joy、 joy、 喜びとか歓喜という意味です。 for joy とか with joy で、喜びでとか嬉しさのあまり、To one's joy だとほにゃららが嬉しいことにはという意味になります。この one's の部分には所有格が入ります。例えば私が嬉しいことにはだったらば To my joy というふうになります。1011番 tear、 tear、 普通複数形の s をつけて涙という意味になります。例えば Her eyes were filled with tears、 彼女の目は涙でいっぱいでした、このような形で使います。ここの部分は熟語で Be filled with という形が入ってるんですけども、何々でいっぱいであるという意味です。
この文では過去形の be 動詞 were が使われています。あとは burst into tears という言い方があるんですけども、わっと泣き出すという意味です。 burst っていう単語は破裂するとかはち切れるという意味があります。1012番、ゴール、ゴール、発音に注意ですね。ゴールって伸ばさないでゴールっていうふうに読みます。ゴールとか得点という意味です。 score a goal とか get a goal で得点を入れるとか1点を取る。 score という単語は得点するとか点数を入れる、あとは名詞で得点、スコア、成績などの意味があります。競争のゴールはフィニッシュラインというふうに言います。はい、今回の最後の英単語になります。ルール、ルール、規則とかルール、あとは支配という意味もあります。スクールルールズだと校則、トラフィックルールズだと交通規則、キープザルールズだと約束を守る、ブレイクザルールズだと約束を破るという意味になります。ザルールオブローというふうに言うと法の支配、このローという単語は法とか法律という意味です。はい、今回の英単語は以上になります。今見てもらっているのが今回の英単語をまとめた220ページのプリントになります。で、こちらのプリントを見るには先ほどのスライドショーの下の部分になるんですけども、このようなところがあります。画像かこのリンク部分どちらかをクリックしてもらうとこのようなページが開きます。こちらの PDF ファイルっていうのを開いてもらうと印刷をすることができます。下の方のプリンターのマークとか、あと画面上で右クリックをするなどして印刷っていうのが出てくると思うので、ぜひそちらから印刷して使ってみてください。はい、あとはラインナップのところで、このようなところですね、プリントっていうところあるんですけども、この220ページっていうところをクリックしてもらうと今と同じページが開きます。どちらからでもアクセスできますので、ぜひこちらの方もご利用ください。はい、今回の動画は以上です。ありがとうございました。